みなさーん、藤井オフィライス、ヨブザーキークノジョーでーす。お願いします。お願いします。なんかフィルム癖ってたまに吸いたくなるよね。ならんやろ。ほんと？なんかたまに吸いたい、あのまた吸いたいなって思わない？ならんし、最近いつ吸ったんとかならへんって。いや、それはならないけどさ。いや、ならん。あんなもんはもう一回吸ったら十分なやつなのよ。マジか。マジマジ。吸いたいな、吸いたいな、吸いたいな、吸いたいな。ならんということで、本日はヘリウムを吸うためだけの企画を持ってきました。題してこちら、声変わりのシアンルーレット。おー、やった、嬉しい、やったやった。本日使用する器具はこちらです。ドン。わーい、おー、すごい。どうですか。え、もうなんかリコじゃん、これ。そうなんですよ。ちょっと見た目にこだわってね、本格的な実験器具を作ってみ、作ってはないです用意してみました実験だね、意外と本格的な実験セットを作ってみました。いいいいいい。簡単に説明すると、まずは絵付きフラスコからシリコンチューブが出てヘリウムに繋がっています。そしてそれを立てるためのスタンド、これはもうアマゾンで一番安いやつを買いました。で、フラスコにはゴム栓が繋がっていて、ゴム栓からさらにもう一本シリコンチューブで、この先にストローをぶっ刺して吸っていきます。で、簡単に仕組みを説明すると、はいはいはい、これまずね、スプレーシューってやると、うん、フラスコの中にヘリウムが入るやん、シリコンチューブでね。そう、ほんじゃヘリウムっていうのは空気より軽いので、フラスコの上の丸いところに溜まっていくわけ。うん、ふんふんふん。その分、もともとフラスコに入ってた空気が下から出てくんね。もともとに入ってたフラスコの空気がさあ押されるってことね。そう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 、押し出されて出てくる。わかりやすいよ。で、そのままヘリウムがどん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 溜まっていくと、次第にフラスコの中身がヘリウムでいっぱいになるでしょ。うんうんうん。で、フラスコの中の空気がなくなっていく。はい。そうすると次何が出てくる？ヘリウム。そう、そのヘリウムが出てくるわけですよ。なるほど。ということは声が変わる。ああ、なるほど。仕組みはちょっと青いでも分かる、簡単な理科。よし。で、それをね、ロシアンルーレットにしてみました。相手に対して何秒スプレーを押し付けるか。だから相手声が変わったら負けってことね。声が変わったら負け。あ、逆に言うと相手の声を変えたら勝ち。これ自分で押して、だからもうギリギリのところで相手に渡せればいいってことだ。そうそうそう。ああ、なるほどね。で、押しすぎて自分の声が変わったら負け。ただし、はい、これは注意点が一つ。あ、ちょっと大事なところ、これ大事なところです。背筋を正して、良い子は真似しないでくださいというのが一つ、うんうん、と、これ実はね、ヘリウムっていろいろ種類があって、うん、声変わり用のヘリウムって声変わり用に作られてるんですよ。あ、なんかあるよね、あの風船のと人が使っていいやつとね。そうそうそう、風船用のヘリウムを吸うと、あれって酸素がほぼ入ってないからめっちゃ苦しくなっちゃう。あー、そっか。逆にこの声変わり用のヘリウムっていうのはちゃんと苦しくならないように酸素が混ざってます。なるほどね。でもこの実験でこの下から出てくるヘリウムって100ヘリウムなんで、だからせっかく用意してくださったいい具合の割合が酸素がゼロになっちゃう意味ないのので普通このヘリウム吸うときさ、いや吐き切って吐き切って吐き切ってから吸うやん、うんうん、それするとぶっ倒れちゃうから、オッケー、必ず余力を残して吐いてください。はい。てかこれストローもヘリウムもぴったりじゃん。そうやねん、これはね、マジたま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 なのよ。なんだっけ、シンデレラフィット。シンデレラフィット、まさしく。じゃあ早速やっていきましょう。はい、やった。まあ、せっかくヘリウムなんで高い声出た方が先行にしようかな。あ、じゃんけんじゃなくてね。そう、よし。それは上有利だけどいいの？いや、絶対勝つから大丈夫。すまんだよ、その謎の自信は。よし、じゃあ行きます。どうぞ。あの、上げてくんじゃなくて、ちょっと今すんだから今ってやったから。上げてくんじゃなくて一発、一発ね、ピッチ当てにしよう。あー、高い。じゃあ行きますよ。はい。最悪だ。ブラザー先行で。なんでそんな普通の顔してるんだ今ので。でんかったから。そう、ブラザー先行じゃない。ルールなんで。でんかったからさ。でもこれさ、本当に分かんないもんね。3秒で来ちゃうかもしれないし、8秒でも来ないかもしれないし。そう、どんぐらいなのか分かんない。逆に先行の方が不適切あるからな。ヒントで言うと、このヘリウムガス1本で、こっちのフラスコ22本満杯にできます。そんなにヘリウムガスってギュッてなってる。そう、ギュッてなってるから結構すぐ来るかも。ヒントだねそれ。じゃあまず青いヘリウムガス押しますね。はい、いきます。じゃあそのなんかすぐ来るっていうのをヒントに、いきます。え、怖っ。ヘリウムガスそんなに吸いたかったのにさ、急にチキッて。一発で負ける可能性あるから、あんまり行き過ぎると。最初にあって言って声の高さ確かめてから行こうか。あ、オッケー。じゃあ同じ音出すか。同じ音出し、うん。あー、いきます。うわ、怖え。あ
あ、違う声上げちゃう。自分で上げた意味ルール理解してる。つられたつられたつられた。ルール理解してる。ヘリウムガスにつられた。ちょっとなんて言うんだっけこういうの。なんとも言わへんよ。プラシーボじゃなくて。プラシーボあるけど。もうこれで溜まったら抜くん大変なんやから。抜いて難しいねんからこれ抜くん。ちょっと同じ音出すのをちょっと頑張んなきゃだこれ。はあ。あ。はい。あ。はい。吸っても。あ。あよしじゃあブラザーの挑戦。なくなっちゃったどうしよう今日1本しか買ってないのに。でいきます。はい。1、2、3。あ。お。まだ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 。怖いこれちょっとチキったな3秒押しもチキってたよ押しの勢いあそっかそれもあるのかそれもあるはぁではそのシリコンの先ちょっとこっちください怖いでもっと押していいんだなでちゃんとストローを付け替えてあいやこの実験器具自分で作っときながら若干怖いな結構思いっきりするとバッて入ってくるから気をつけていきますあー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 短っあーあーあーあはははははは出ちゃった高い声出ちゃったもう負けた終わりじゃんもう最速じゃん動画決まったちょっと早終わっちゃったじゃんだからグって押したらもう終わっちゃうねまあでも逆にこんなにうまくいくとは思わんかったわすごいんだねだからあっという間に来るんだあっという間にいっぱいになるんでだからスプレーをどんだけ弱く押すかもちょっと視野に入れて勝負やなでもじゃあいいよ聞くのじゃあ次先行であほんまに、うん、なんでだろうねかわいいもっとね繊細なタッチコントロールが必要なのかもしれないもうタッチも吸うのも繊細にお願いしますよし行ってみますああいきますレディーアあなんなんそれレディーアってなんだあああーセーフセーフセーフギリセーフギリセーフあーやだな次これ来そうだないやもう一瞬でいいかも一瞬でいいかも1秒以上いけばいいもんね1秒以上じゃなくてもいいよもう一瞬でもいいよいきますレディーやあーノープラスイーブあーよしセーフセーフよし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 渡すぞこれはこれはやばいなこのタイミングで帰ってくるのはやばいなこれね次あたりくんもう下までいるヘリウムちゃんギリギリまでストロー分ぐらいやなあーああ、いきますあーセーフ一瞬怪しかったけどどういやまあセーフなーってなったからまあいいでしょうじゃあちょっとブラザー次ここまで来るともう一瞬の勝負よこれもだってさ最初もうヘリウムの陣いたもんねもうそろそろ出てくんじゃないやばああえー、いけるいけるいけるよまだ余裕ある結構あるこれでもあれよブラザーがヘリウム吸いたいって言うから作ったのに僕しかヘリウム吸ってないそうだよ早く返していきますあーもうなんかさヘリウムってないまあまあちょっと低めにしてみたらいいじゃんなんかまあまああー分かりやすい分かりやすいまあオッケーオッケーいきますまあアウトねえちょっと強いなブラザーこのロシアンルーレットやっぱあれかな吸う力かな押す力と吸う力かなちょっとこれ続き吸ったら出るんじゃない出るんかなこれでも続き吸ってブラザーが声変わらんかったらブラザーやり方不正よ確かにえそれは確かめておいた方がいいちょっとそれチェックしようやり方が合ってるかどうかあーあーはい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 あーあーちょっと変わるなあーちょっと変わる不正はないねじゃあ不正はないってことだおーおーおーよしよしよし泣きの一回させてくださいまあしょうがないなヘリウムもうちょっとマジのギリギリ狙って一発で渡すわうわーなんかすごい自信に満ちあふれてるねいやーちょっといけそうな気がするまあでもこんな気やったからちょっとタイミング分かってきたもんねいきますあーあーマジで調整してるじゃんあーマジで調整これセーフでしょあ全然え今やった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 えー嘘普通に喋ってたもん気づかないから普通にやった今の相手ずっと言ってたのでももう多分次いっぱいやから出ると思うマジ何今の本気の職人技いやもうこれは勝ったと思いますようわーマジでちょっとだよ絶対渡すからあー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 完璧どうですかマジで完璧今の思ってる仕方くっそーうわー
なんかそのさっきもね忘れられないもん真剣さ。悔しいこれ。しかしこんなワンターンでできたらロシアンルーレットではないな。確かにそこはちょっと問題だわ。ということで動画見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。おスートルスートル。実験器具もパワーアップしてみるね。はい、ちょっと検討します。声高いブラザー喋りにく。みんなは普通に遊んでみてね。せーの、バイバーイ。バイバイ。え、めっちゃ可愛くないこの声。それはありやな。これでいこうかな。やっぱりヘリウムガス超好きだわ。面白 面白い。まあでもすぐなくなるね。これ全部使っていいんでしょ。いいですよ。だいたいね、はいパンパン3回分ぐらいで終わっちゃうのよ。もうそれしか使えないんだ。そうそうそう。じゃああっという間に 2,3 本ないとダメかもしれないね。次からはだからちょっとやるときはいっぱい買いましょうか。なるほど。